知流私立知流西小学校は愛知県知流市鳥居一丁目にある公立小学校である。名鉄知流駅の南西700メートルに位置している。名鉄三河線と国道155号の間に位置する。学区内に由緒ある史跡や文化財は存在しない。1974年4月1日に知流私立知流小学校と知流私立猿渡り。 小学校から分離する形で開校した。開校時の学級数は18学級であり、児童数は683人だった。知竜市内で5番目の公立小学校であり、1970年に壁海軍知竜町が市政施行して知竜市となってからは初めて開校した小学校である。2006年度には校舎の増築工事が竣工した。 2013年どころから外国人児童が増加し、2015年度には日本語指導教員が2人配置された。教育目標として太陽の子の育成を目指しており、特に職域にも取り組んでいる。略称は西小知流私立知流中学校の学区に含まれている。校訓は最初の1文字から太陽を指している。愛知県小中学校市によると、 自動数の変遷は以下の通りである。治留日小学校の学区は下記の通り。ありがとうございます。